前のところへのこの範囲もな、そうですね、こっちの上がっていないから、すごいね、知らないと帰ってね、ね、ね、パッとあそこで止まったんや、ね、こっから電話をせい、ここいかにせい、島田行きのバスを兄さんこっち行きよるね、うん、そりゃあっちの方行きゃいい、ね、電話でと出たじゃないの、大将がまず出てきた。お父さんとママが手術しよるからね。え、あおばあちゃんが落ちてるからね。本当におばあちゃんになっちゃった。仲いいよ。全部入ってる。ないでね。あもう私も出なかった。お尻を映さないと。何でも見えてんの。何でも見えてんの。決勝スマートボタン。美容院。美容院。アップに映してくれ笑い声出てる笑い声出てる、なおかんびっくりするぞこれ、これは何じゃいってやめな60年か30年も昔かしてな、お姉さんも後ろ向いてやって、はよ声も出てる、息子が止まったちょっと後ろ向いて、まあ渡る子お母さん入れときゃいい、いやいやいや、お母さんは後ろ入るからいいよ、お母さんと妹と写してあげてお客様調子ですか、お客様もういいです、陽子とお母さんだけ入れたし大変だったのよ、言ってすごい流線型やな、俺はカラオケでもしないからね、お父さん何だっけ、こうしててくれこうしたらやんねえで、余計やかんねえどうしようねいいのいいの、ひーちゃんずっと正面見なさい、パパほどでもないからいいって、あたくさん後ろ姿だけ写さんと、たくさんあるで、やっぱり渡るくん上手に写していくね、あ、見えた、あなた写ってないつもりだった、大間違い写ってんだよあなた、おうおう、ほらこっちに行っちゃってんだよ、しわばっかり写ってるここだけ写るからね、あんた後ろ姿だけと思った大間違いよ、ほら写ってんだよ、正面が写ってた、正面がアップで写してた、アップであっちを見てる、後ろ、後ろ見てはせっかく写してくださるのが見れなくなっちゃう、そんなことない、綺麗に写ってるわよ、自分を見るからな、ね、そうだね、若いわ、まだあんた心配せんでもよろしい、美人に写してね、少し修正しといてくれない、アイドンかけとくから、これだけは修正ができるのじゃない、残念だったわ自分の顔直ってながら写真見た、まあそんなぐるぐる回ってるわ機械が回ってるわ、コードが短い、ね、偉いもんじゃねえ、ねえ、えらい世の中になりましたな、俺も欲しいなったから、ダメなの、あれ持ってもいいでしょ、で、よこに持たせる、ね、よこあれ持って、ね、外したら、ちょっと早くもう乗っけないもういいもういい、ほんとそう言ってんのがやっぱ一生懸命もういいよもういいよが全く持つもそれでいいわけ、ある程度動けるでしょ、動けるんでしょ、ある程度これも電池がないのか、これ外しちゃいけないの、外したらいいです、カメラ外したら下の方がいいの、テレビが映んなくなるけど、あ、今テレビ映んなくなるのもあれだね、面白くないね、後から見えるけど、テレビ映らん方がいい、映らん方がいい、後から見た方がいいって美人は、うん、それでもいいわね、太陽がついて回ればいいの、渡るの後ろ切っといていいの、それでぐるっと回ってるわけね、いいの、さあ、いがんだかも、これからが大変、まっすぐに回るね、あの、今度修正できなくなっちゃうじゃないの、じゃんテレビでわからないから、来たばっかりじゃない、そういうか、渡るおばさん、うつさんならがと思ったじゃん、ね、どのようなスタイルにべっぴんさんの、あそこの玄関の広いところでお見合い写真撮ってもらってきたら、ついでにそういうお見合い、だってまだいるもん、撮ってもらった、おり
ダメよ、ダメよ、お父さんダメよ、保険、あんた保険に入れてくれないんだもん、だからいいがね、もうあんた保険誰か入らないっていうの、だからうちのお父さん保険に入れてやってってそう言ったの、もう病院、いや、怖いで結果がでいかんなんて言うんですよ、少々でいいわって1億ばかりで、ね、1億だけでいいわ、それなのにね、いい機会だからそこ2人が並べるよ、ああ大変いい機会なんだから、うちらもピーンの中でそれを並んどったっていうの車の中で結構ばっかりしてきたのね、静かに行きたいね、はいはい、仲良く、ね、はいはいはい、隣で足で蹴っ飛ばしてね、もうダメダメ、あたるくんもやめといてくれない、私恥ずかしいんですけど、じゃあね、いっそのことさっきの朗読しましょうか、高山渡る生徒会長のご挨拶を、ご挨拶を聞いた方がいい、私一生懸命読んでてきちゃったよ、朗読と読ませていただいたんです、朗読しかないと、あれね、朗読、そう朗読、そのつやな、あれは良かったでも大したもんね、文才も終わりになるのね、大したもんだよ、高校の生徒会長さらりと書いて、ほんとねえ、だから高山県、うん、お前おじいさん挨拶してたか、おじいちゃん寝てるかなと思ってまた寝とるのか、一回とで上で見える、分かるの、おいしいからな、意外意外とるの、分かっておいしそうな、それ種なし向こうか、種なしこれはこんなへこんでるから、トイレでも一人きっと種はない、冬と違うな、冬よ、違うな、そんなカードない、もうあんたんとこ柿の木切っちゃったからこんなのになってたの、まあ、あなた切ってないけどならないの、お年寄りになったもんね、年を取っちゃったのかしら、ズワーッと切ったと思ったら思い出して出てくるやん、で柿も何にもだから持ってくれない、何にもなんないうちの果物が、これ種なしでしょ、これね、剥かないと誰も食べない、そうだね、だそう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 、でも何でもね、うん、あの誰も食べない、うん、そうですよ、剥いてちょっとね、誰か手出すんだけどね、いつもそうなの、何でもそう、剥いてまで素晴らしい皮やな、え、うん、包丁すごい包丁皮、皮にかじつくじゃん、皮の方へ、皮の方へ皮が厚すぎると、もったいないって、正直にね、おじいさんも一緒やってない、じいさんも一緒やってない、おじいちゃんの降りたりなんか今大変だもん、動かない、疲れた、動かない、気持ちが悪いとか言ってさ、最近気持ち悪いね、もうちょっと寝れたんですよ、うん、一人でトイレにちゃんと起きてきてね、今度閉めちゃった、そこ、あ、そう、自分でお手洗いが2階にあるからいいね、ねえ、よくあのコーナーを作ったもんね、お手洗いのコーナー、普通だこれ、これなんだと一緒でしょ、これはね、まだ売り出してないって言われて、なんかうちはいっぱいになるような気が、ここはゆとりがあると思うとちょっと小さいんだろうか、そんなことないよな、でもこれってこのサイズでしょ、みんな、え、サイズは75×105、長方形大体このサイズみたい、同じだろうと思うけど、えらいうちの大きくしていっぱい部屋を取るような気がする、この部屋何畳かしら、6畳、6畳でしょ、電気代のいいところ、ホランドと4畳半と変わらんないでね、畳が何やで、はい、いいですか、そうなんですよ、また姫フォーク持ってきて、そこにあるじゃありませんか、これも綺麗よ、あるあるあるのよ、お父さん、お父さんそこにいつもお菓子飾ってあるだけ、これ欲しい人食ってくれ、すぐそすぐそれなんでもそう、お父さんなんでもそれ食べないからいけるの、おいしい、垂れなしだったでしょ、このあのね、お尻があえてあのお尻がへこんでるのはね、種が入ってない、カキやってすぎよ、お尻じゃない、鼻がへこんだのよ、俺お腹なの、薄いお尻よ頭があってお尻があるのだって、これ録音もしてるの、
言葉も入ってるの。まあ私品のいいと思っちゃったの。とっても品がいいはずなのに、お品の悪いこと言っちゃった。いっぱい調べていいよ、一番べっぴん。困っちゃったわ。そんなことな、大振り、大振りしてくれくれば一丁だわ。こんな普段着で来てしまう。お手伝いに行こうかねって言ったんだから。エプロンは持ってたからな。エプロンも車の中に入って、今日は先生とどっか磨こうか。心境を磨いてあげようかしら。あれね、電気がものすごくあんなところに映ってるんだ。あ、でも電気そう。台所にはとにかく電気が多くってね。うわー、これはこれは素敵だ。すごいね。だからテレビ見るとこれだけの電気がある。そうね、うん、これで結構これ60が3つでしょ、うん、あ、60なのこれ。3つついてるから、うん、テレビは電気いらないみたいな。電気だね、誰がね、子供が全部つけて歩くでしょ。まだおじいさんが2、3畳消して歩くんじゃない。で、自分もつけてくるんだけど。テレビつけて寝てるもんね。その方がよっぽど大きいわね。